今回のゲスト野川さくらちゃんです。イエーイ、こんばんは。ね、クリスマス近い。クリスマス近いね。まあね、さんざっぱら僕はもう今まで人生の中でクリスマスをエンジョイしてきたけど、あの若い君たちは今年のクリスマスはどうなのかね。どうなのかね。サイクラバーお仕事です。僕らはですね、まあ、本当は可愛い女の子とデートしたいんですけど、うん、そうね、仙台に、ね、仙台に行って下関みたいな若い女の子なんですけど、君なんかどっか行ったりしないの？あのね、兄さんのライブに行こうかな。俺のライブ？そう、まあ、たまたま暇なんで、たまたま暇なんでな。お手伝いでもしようかな。にくんちゃんは？私はあのクリスマスライブがあるので。お、ライブ？どこで？あの東京 の, あのカフェで。あるんですけど、東京のカフェいっぱいあるよ。こんな広いくくりじゃん。ごめん、東京のこのぐらいのカフェで。あー、東京のカフェ。このぐらいの。なんで東京なんだよ。普通渋谷とか新宿とか。あ、代官山の。おー、おしゃれ。はい、そこで、あのライブがあるんで。これは東京の吉祥寺の寺のカフェ。吉祥寺のライブハウス。寺系ですね。はい、山に寺というね。ね、で俺たちが言ってる場合じゃなくて、うん、ゲストの君はなんか、はい、あの素敵なクリスマスを送るんだ。私はあの、うん、もう11月の時点で24日に仕事が入ってた、うん、25日はアニパラの収録みたいな。はい、ここで下川みくにのクエスチョン5、1、もうすぐクリスマス、はい、今までもらったプレゼント、特に子供の頃で一番もらって嬉しかったもの、私に、うん、ね、私ね、あのね、うん、やっぱり一番嬉しかったのは毎年そのクリスマスシーズンになるとうちのお母さんがこう長靴を買ってくれた。お菓子が入ってる。あった、あったね。そう、それが本当にまず嬉しくて、それも毎年恒例で、それをこう24日の夜に枕元に置いとくとサンタさんがプレゼントをずっと入れてくれてたんですよ。それがでもゲームが多かった。では今自分がもらいたいプレゼントは、え、私は、私はね、いつも皆さんに聞かれるときは電気屋さんが欲しいって言うんです。電気屋さん、そうそうそう、秋葉原が欲しい、秋葉原が欲しいって。すごい。そうそうそう、実は今すごいピアノに興味があって、ちょっとライブとかで弾きながら歌えるようにちょっと練習していきたいなっていうのが、デジタルピアノね。2004年振り返って今年はどんな年でしたか？自分磨きをしようっていうことで、結構春ぐらいからネイルアートとか、これもちょっとお店でやってもらったりしたんですけど、こういうなんか綺麗にすることが楽しくなった1年。続いて、来年はどんな年にしたいですか？来年、うん、東京でお仕事とかいっぱいしてるから、こうそういう一緒にいるみんなを幸せにできるような、なんかちょっと大きな括りすぎちゃうけど、うん、愛と幸せのあれなんでしたっけ、天使です。なんだっけ、そんな歌。あ、ね、安らぎの天使。もういい。今の自分に点数をつけるとしたら、うん、今の自分、うん、50点かな、私。50点、50点。もっとうまくでもいろいろできるようになりたい。今年はね、うん、あのさくらちゃんからファンのみんなにね、はい、クリスマスプレゼントがあるんだよね。わお、そうですよ。はい、今年はあのずっと私が歌ってみたかったクリスマスソングをあの歌わせていただくことになって、はい、なかったんですか今まで？もちろん。お、いや去年から言ってたのさくらちゃん。そう、タイトルはジョアユノエル聖なる。難しいぞ。ジョアユフレンチだな。フレンチ。ジョアユノエル聖なる夜の贈り物っていう。どういう、どういう意味なんですか？まあ、ジョアユノエルっていうのはメリークリスマス、あのフランス語で。そうなんですね。あ、そういえば言ってた。いつもそうだ。うちも言ってた。懐かしい、懐かしい。懐かしい、懐かしい。
「世界中のせいなる夜」
それではここで私のライブをお届けしたいと思います。リリースしました私のサードアルバム君の歌から種智子さんが作ってくれたリメンバー聞いてください。
さて、さくらちゃん、はい、最後は何を歌ってくれるんですか。はい、黄色パレットを歌いたいです。出た出たね。俺ね、このポスターが大好きなんです。あ、そう、かわいいですよ ね、 ねポスター。なんかね、さくらちゃん最近大人になったと思うんで、ね、そうそうそう、どうしたんですか。どうしたやっぱ自分磨きですよ。あ、ね、ネイルアートもね、初めてね、その時にサロンでやってもらって、なんかこういうポーズなんですけど、ここをねやってもらったりとか、ちょっとね、こうね、髪型とかも今までと違う感じにして、いいですね、イメージチェンジを図ったのですよ。しかもこの作品、はい、あの、サグラで初めてのタイアップ作品で、はい、影山さんと一緒に音楽をやって3年経つんですけど、初めてアニメの主題歌を、ヒロインを演じているファイナルアプローチってキッズステーションさんでもやってるんですけど、そう、このアニメの主題歌、もう俺は朝起きたらいつもファイナルアプローチ、朝そのアプローチから始まるんですね。よかった、よかった、ファイナルから始まるよかったね。Yeah.
あっという間にお別れの時間が来てしまいましたが、はい、さっさちゃん、はい、今日の感想、やっぱりなんかこう生バンドで歌うのも久々で、すごいなんかドキドキしちゃってオロオロしちゃって、はい、年末にまたライブを持ってきて、はい、カウントダウンライブを、はい、ねー、すげえカウントダウン、はい、東京国際フォーラムというところでやります。影山さんも一緒に。おもちろんです。だってね、あのジュワユノイロのカップリングのタイトル知ってるか、うん、何ですか。いや、もうニューイヤーなんです。あらライブのタイトルにもなってるニャコニヤー、うん、これはそのライブで年越しの時に使うためだけに作った、うん、はい、とりあえずもう今年その2004年の最後はそのライブを成功させるために今でもちょっと頑張らないといけないので、うん、気が抜けないね。そう、本当に盛り上がるね、多分ね。それが終わったらまたちょっとね、うん、改めて頑張っていきたいなと思ってます、ね、はい、はい、そんなわけで、はい、カウントダウンもありの、はい、来年も野田さくらは頑張るぞという、はい、ところで、はい、今回のアニプラ音楽家、さくらちゃんを迎えてお送りしました、はい、それではまた次回お会いしましょう。バイ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 バ